こんばんは、速稼塾の久保です。今ね、実はガチンコマッチョクラブのトレーニングをねしていたところなんですよ。ナイトトレーニングで終わってシャワー浴びて汗ダクダクにかいたもんですからね、お水を飲みながらメールを開けたというところでございます。トレーニングは今日は30分ほどさせていただいたんですけども、その間にこのね、メールが来たということですね。で、今回のご質問なんですけども、このね基本編、FX の基本編ですね、こちらの第4話ではあるんですけども、陽線のことをねちょっとやってみましたね。陽線といってもあれだけの種類があるわけなんですよ。しかもあれに加えてバリエーションもありますからね。陽線がどう組み合わさったらどういうふうな動きをするのか、陽線と陰線がどのようなねサンドイッチになるとどういうふうな動きが予測できるのかということでございます。で、今回いただいた質問なんですけども、実際のトレードについてですね、こんなにサポートラインとゾーンの間をきれいに行ったり来たりで良いのでしょうかって書いてますよね。これはね良いんですよ、テクニカルだから。で、覚悟していただきたいのは、いつもその通りにならないってことなんですよ。一定の確率で私たちはその予測をね、相場予測を裏切られるわけなんですよ。それを許容して、多分3割から4割は違うだろうなということを覚悟してやっていくわけなんですよ。ですので私がいつも言ってるように、4割は負けると思って6割の勝ちを取りに行くんですよ。10回やったら4回はマイナスロスカットで終わります。でもいいんですよ、6回はプラスになるわけですから。そうするとその4対6の差額の2割で勝ちを積み上げていけるわけなんですよね。まあ、それだけでね、あとはロットの調整だけですから、そういうふうに私は考えております。もちろんね、勝率をどんどん上げていくために、サポートラインとねゾーンのことを、まあ、鵜呑みにせずにその裏を書いていくようにとかね、逆張りをしていったりとかってあるんですけども、それはねまた次の段階です。まずは今のゾーンを相手にする、そしてサポートラインを相手にする、素直にその基本セオリーに従って何回も何回もトレードする中でマイナスが出なくなったぞと、月トータルでいつもプラスになった。例えばね、私の場合は36ヶ月じゃないや、2年か2年なんで24ヶ月そうです、30ヶ月マイナスなしなんですよ。30ヶ月連続で、これだったらロットをちょっとずつ同じ理論理屈で上げていけるじゃないですか。あとはロットを急に上げすぎると精神が追いつかないんですよ。だからロスカットが早くなっちゃったりとか、テイクプロフィットラインを修正したりとかね、エントリーした後にやっちゃうんですよ。だからそうならないように精神力を鍛えるために、何回やっても同じような形、そして少しずつロットを上げていくっていう風なね、そういう風な路線で取っております。次回もね、今度は陰線編をお送りしますのでよろしくお願いします。いつもありがとうございます。